こんにちは、永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回はですね、こちらにある作品と、そして作者の岩崎拓也さんにお越しいただきましたけれども、公募日本の絵画ということで、永井画廊主催企画によって2012年から各年で公募展を開催しています。で、今回、2020年、公募日本の絵画2020年の大賞受賞者である岩崎拓也さんにお越しいただきまして、ちょうど展覧会をこれから開催するということでですね、お話を進めていきたいと思います。岩崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい実はこちらの作品がですね、その大賞受賞作ということで、2020年、この公募展の趣旨としては、その年に生まれた多くの作品の中からナンバーワンを選ぶという、極めてシンプルな企画にこちら考えているんですけれども、2020年の時にはですね、全部で276点の応募があって、それを審査員である千住博先生、山下裕二先生、布施秀人先生、諏訪敦先生と私5名でね、審査をして、最終的にこれがトップにふさわしいだろうということで選びました。そして、この公募展の特色として、その大賞および優秀賞受賞者の個展を永井画廊で開催するという条件で、今回の展覧会ということになっています。初めにですね、岩崎さん その簡単なプロフィールというかね、自己紹介からですよね、お願いしたいと思います。昭和63年の、5月1日生まれ、神奈川県横浜市出身、岩崎拓也です。2015年に東京芸術大学の、油画科、に入学しました、はい、2019年に卒業しまして、で、同じく2019年にそのまま、同大学院の油画技法材料研究室に、入学しました。で、今年、終了しました。で、生年月日から計算すると、なかなかこう数字が合ってこないと思うんですけども、大学に入る前に建築の勉強をしておりまして、専門学校、日本工学院専門学校というところでインテリアデザインを学んだ後に大学受験のために絵を描き始めました。はい、で、この公募展ですけども、はい、2020年、だったんですが、その応募のきっかけっていうのをちょっとお話をしていただければと思います。どういうところでこれ公募展を知って、どういう思いで出品しようかと思ったかって。はい、最初佐藤、佐藤一郎とその仲間たち展に、先輩が、先輩方が出展していましたので、それを見に来ていました。で、その時に、日本の絵画の2018年ですかね、最初の来られたのがその頃ですね、はい、その時に、その公募を知って、で、その時にちょっと忙しくて出せなかったんですね、間に合わなくて出せなくて、で、次回は出したいなと思っていったのが、初めてですね。ちょうどそうですもん、2018年の時先輩もね、出してましたからね。はい、はい、で、そうですね、それで展示を見に来て、そこで知りました。はい、で、その先輩方にも勧めてもらいました、はい、で、永井画廊でね、その東京芸大の技法である研究室で長年指導されていた佐藤一郎先生を中心としたね、グループ展ということで、佐藤先生が、今から 7,8 年前に、そこを退官されたんですけど、です35、6年ね、技法材料研究室で指導されていた間、数百人の卒業生がいるんですが、その中からセレクトしてメンバーの、グループ展をずっと毎年永井画廊で開催をしていて、そこに実は岩崎さんの、先輩みんなつながりますし、いろいろ予備校でも、教えていただいた方がいたという話も、後で伺ってですね、私も非常に何かご縁を感じたんですね。で、この公募展って、この
公募日本の絵画以外でも何かどっか他のところに出品されたことはありました？ほとんどないですね。初チャレンジ。いや、初チャレンジ1回だけあります、うん。そうですか。はい。その時はどうだったんですか？その時は、入選で、はいはい、展示をして、うん、ただちょっとコロナとかがかぶってしまったので、うん、全然まあ、展示をして、うん、で自分は現地には行けなかったんですけど、うんうんまあ、入選させての賞をいただいた感じです。そうですか、はい、それが、初めてなんですけど、うん、ほとんどでも同じ時期です、ね。同じ時期、ね、はいはい。それでね、この秘密の花園というこの作品、この公募日本の絵画はですね、実は2020年からこの30号一列ということでね、30号という大きさで皆さん応募していただいてます。ですがこの作品も30号という大きさなんですけれども、この作品が大賞ということでね、はい、通知が行った時にどうですか、その感想というか、どんな印象を持ちましたか？これすごくちょっと印象に残ってて、僕はちょっと家を出てアトリエにいて絵を描いてたんですけど、うちの母が手紙を受け取りまして、はがきを受け取りまして、なんかこんなの来てるよっていう、まあ、文章が LINE で来たんですけど、あ、それだ出したからねっていう、なんか大将だってって言われたんですね。いや、大将は一人だよって、ね、一人だから大将じゃないよって送り返したんですよ、うん、そしたら、いや、だって大将って書いてあるしって言って写真が送られてきたんですけど、うん、僕はその入賞の入のこの、うん、この人のこの字がこう出ちゃってるだけだから入賞だよってまた送り返したんですね。でも赤字で書いてあるから大将なんじゃないのって、で家帰って確認して、いやどっちかわからないってでずっとわからなかったんですけど、色こっちを他の人に見せたら、よく大将でしょって、大将って一人でしょ、大将って一番上の章だよなって、もう一回パンフレットを見て、うん、ってそこで2日後ぐらいに、うん、ってなりました。そうですか、はい、どうでした、 ご両親とかなんか皆さん反応、反響は？うちの父は、うん、うちの母はまあ毎回こう展示とかするでいろいろこう喜んでくれるんですけど、父親はあんまりなんかあんまりそういうのは感情を見れたことはないんですけど、長い頃であって何でも鑑定団が大好きなんです、うん、そしたらなんかすごいテンション上がっちゃって絶対に展示に行くとか、それがうまく嬉しかったです。ね、それは思いますよね、まさかトップになるってね、はい、うん、で、まあ、この作品のね、その、まあ、その審査の様子っていうのは実は前にYouTube でもね配信をして、各先生方のね意見が、まあ、実はその YouTube でもご覧いただけるんですけれども、この作品はですね、実はまあ審査員がね、まあ、実はまあいわばその画家としても千住先生と諏訪先生がまあ画家で、山下先生と諏訪先生がまあ評論家という立場ですね。そして私はまあ画商という立場、それぞれの立場からのセレクトでまあ絞っていくんですけれども、その審査の過程っていうのは、最初にまあ今回全部で276点なんですけど、大体100点ぐらいまではもうすぐ絞られるんですね。でそこからですね、100点に絞り、そこからまた50点に絞り、そこから、ベスト10にを絞り、そこから最終的に選考していくと。最初はもう次々にですね、大体もう1票でも入ればみんな残るんですけど、1票も入らないって人も結構いまして、でまあ 100点50点ぐらいまではすぐ大体絞られていくんですね。でそこから以降というのはですね、結構やっぱりベスト50に残る方々っていうのは、やっぱりそれなりに皆さんキャリアがあったり、しっかりとしたベースを持っていかれている方が、まあ、選ばれていくことが多いので、実はそれほど実は大差はあるわけではないんですね。まあ、それで皆さん一長一短当然あるんですけれども、そこからはですね、かなり審査員同士で、まあ、話し合いをしながらね、まあ、絞っていくっていう感じになります。で特にこの
岩崎さんのこの作品についてはですね、特に千住先生とか諏訪先生 の、そのいわゆる画家としてのね切り口から非常に最初から高評価で、いました。で、私もそういう先生方のねご意見も聞きながら、まあ、なるほどと思うところもありましたし、非常にこの色彩のね鮮やかなこの緑と赤のコントラストも含めて非常にインパクトのある作品で、まあ、当然も最初からずっと上位で残ってた作品で、まあ、最終的に大賞になったんですけども、まずこの作品のですね、まあ、意図というかね、これ秘密の花園というタイトルですけれども、タイトルは前にあれですもんね、なんかグループ展で秘密の花園っていうテーマのグループ展もありましたし、はい、初めてこうタイトルも秘密の花園として書こうって感じだった。はい、そのテーマにでこういう作品にしようと。そうです、でこれはどっか その森の中のようなんですけど、なんか具体的にその特定の場所とか何かこういうふうに行ってこういうものを書こうっていうような感じがあったわけですか。これは、場所は奥多摩の森の中です。ただまあ実際にある場所なんですけど、まあ少しそのいろいろな風景をこう絵の中で作り変えるというか合成させてできた場所なので、まあ場所はあるんですけどこの風景は実際にはないですね。ある意味でなんか私これまあ自画像というか自分自身という感じ。はい、まあこれはモデルはまあ僕ですけど、でもまあ自分、まあ、自画像とかそういうふうな捉え方ではなくて、まあこの赤い人のなんか住んでる場所とか、なんかこの人がここにいた瞬間みたいな、そういう切り取り方をした。なるほど、はい、なんかね今その瞬間って話が出て、本当になんかその瞬間とかその審査の時もなんかそのスナップショット的とかね、はい、なんか非常になんかその一瞬を捉えるっていう感覚の話意見が結構出てたんですけど、やっぱり自分の中のそういう、そうですね、なんかその時にしか現れない現象っていうのを具現化してるので、例えばこう雨、雨粒とか、風が強いとか寒いとか、なんかそういう、こう写真には映らないものが、まあ、絵では表せる。いや、だからそういうのがね、やっぱり伝わるんですよね。で特にこの、緑の、植物とこの赤いウェアを着た人間とのコントラスト、この色のコントラストも含めて、今おっしゃったようなその空気感とか臨場感とか、本当この人自身のなんか思いっていうか、うわっというなんか、あ、見つけたみたいなね、そういうものっていうのが本当画面から実は伝わって、これは他の先生方も同じような多分印象だったと思うんですけど、やっぱりそういう感覚、はい、それで実は実は最初からこれもう対象だっていうことで実は言ったわけじゃなくて、実はその審査員の中でのやり取りでいろいろな意見が出たんですけど、その意見として面白かったのがここなんですよね。ここの切り口で、これを他のある先生などは何かその画面としてね、スナップショット的にちょうどこれが生かされた形で切り取ったんではないかなっていう意見もあったし、まあ、私も評論家の先生はです、ちょっとこれなんかどうなんだろうか、なんか意味があるのかみたいなね話はあったりですね、その辺はなんかこの辺の切り取り方ってなんかどういう思いだったんですか。と黒いツヤツヤにしたいっていうのはあったんですけど、最初の方のイメージからあったんですけど、どうしてもこの比率でになっちゃう、この比率になっちゃってここが絶対余っちゃうから、ここの質をどうしようかって悩みながら、こっちはずっと書いてたんです、初めからじゃあここでここでもう切る計算でずっと書いていたんですね、こっちまで長くするっていう意識、いう考えはなかったんですよね、もうここで終わらせて、ここはなんか後で何か考える、
もうここはもう完全にこっちの世界と切り離して何かしようと思ってずっと残しておいて、まあ、結果最後にこういう風になった。だからね、これ意識せざるところで逆にこれがすごく有効果的だったんですね。あの先生方の意見でもやっぱりこれが逆にここまで風景描いちゃうとちょっと画面としての間延び感っていうのもどうもあって、逆にここでピシッとなんか画面としてもなんかすごく絞られるというかフォーカスが合うっていうね感じに見えるんですよ。だそれそこまで計算してたのかなって思うとそうじゃなかったんだけど、ね、結果としてそうなるとはすごく良かったんじゃないですかね、はい、どうしても比率を合わせるのが、うん、好きじゃないというか、こうしっかりとした画面にしたくないんですよね、うん、どっかこう何も考えないで残しておきたい部分があって、いやそれはいいんですよ。だから全部計算し尽くして、いや計算通りに行った絵ってあんまり面白くなかったりしますからね。だから描いていくうちにそうなっちゃったっていう、はい、描いていくうちにそうなったまあ、はい、こうなる、あ余ったからなんか変な風になるだろうなって思いながらずっと描いてました、うんうん、それは面白いですよね、はい、あとやっぱりインパクトとしてこのいわゆるこのグリーンと赤のコントラスト、まあ、いわゆる補色のねでこの補色がちょっともうあまりにも補色がもう見え見えすぎて逆にそれがちょっとあざといんじゃないかって実は意見もあったんだけど、逆にそこまでやることでそれぞれの何か意義が、植物の意義、森の風、あの空気感の意義、そしてこの人物のこの赤というウェアを着ることでこの人物自身の何か気持ちもね、ファッションもなんか伝わってくるような色に結果としてなっているので、全体のこの補色が逆に強烈なだけに逆に難しいところもあったけど、それがすごく効果的だったなという感じ。この補色っていうのもやっぱりかなり意識はしてやってるわけですよね。はい、赤の色を僕は大事にしてます、うん、赤を綺麗に見せるために、うん、赤の色彩をよく見せるために緑の色彩に気を使う、うん、脇役を完璧に仕立て上げるための緑っていう感じですね。で、まあ、ちょっといろいろ話を伺うと、特にこの強烈なあの鮮やかなこのグリーンのところがこの、まあ、唯一という、ね、絵の具を使って、あとこの 赤ですよね、これがより一層引き立て合ってるなっていう、ね、だから唯一を使った絵の具として非常に一番唯一を生かした絵じゃないかなって思いましたね。あとこの場所ってよく行く場所なんですか、この奥多摩のこの。いや、初めて行きました。初めて行ったの。はい、まあそれはなんかこう作品のための、うん、ために、まあ、どっか行こう、うん、行かない、まあ、どっか行こうかなと。でなんかまさにこれ自分自身もここだって発見したっていう、だからその作者の思いもなんかここになんか投影されて、あここ書く場所だって感じで。そうですね。ですよね。はい。から、うん、車で走ってて、まあ、ずっといわゆるこう車が駐車場があって、うん、すぐ入っていく観光地、湖のエリアとかではなくて、うん、なんとなくずっと森の山道を走ってて、うん、で、あ、なんか向こうのちょっと奥の方にいい感じの景色がありそうと思って車止めて、うん、でこうわわわわっと中入って、うん、でバシャって撮って、ですぐ戻ってくるみたいな感じです、ね、それでこの秘密の花園、多分シリーズだと思うんですけど、はい、秘密の花園っていうのは何か特別な、このタイトルの意味ですね、はい、いろいろ小説もありますけど何かあるんですか、その秘密の花園。なんかその見てはいけないものを見てしまった喜びとか、うんうん、なんかこう自分にしか知らないものを得た喜びとか、うん、なんかそういうものをすごくこう表現したいというか、うん、なんかそこにすごくなんていうんですか、ロマンを感じるんですよ。でも秘密の花園ってのは自分にとってのテーマというか、絵画のもうこれからも続くようなテーマ。そうですね、はい、やっぱりこう、うん、未確認生物とか、うん、未確認飛行物体とか、うん、まあ、UFO とかロマンを感じる
なんか見てみたいっていう、はい、うん、まあないかもしれないし、うんうん、あるかもしれないし、うん、そういうものがなんか一番森の中にいそうだし、うんうんうん、まあ悪いかもしれないしいいかもしれないし、うんうん、それもわからない、全く未知なものっていうのに興味があって、うんうん、それをこういう絵で具現化することによって、うん、なんかこうフィクションの世界はノンフィクションになるような、うん、なんかそういうものをテーマにしてます。いいですね、はい、でそれでですね、この、9月15日から30日までね、大賞受賞記念ということで、まあ、この作品も展示しますけど、いわゆる新作をね、まあ、発表します。でちょうど、2020の受賞が去年の2021年の3月にその受賞展がありましたので、それ以降ね、この1年半で準備をしていただいた作品を、まあ、今回発表するということですね。でこれがこの DM になるんですけれども、こちらですね、これ、まあ、優秀賞がの宮下さんと、久住さんが、まあ、連続で9月1日か7日が宮下さんで、9月8日から14日が久住さん、そしてこの15日から30日が岩崎さんということで、まあ、連続展ですね。この、まあ、大賞受賞記念展の、まあ、展覧会の、まあ、出品作の中から、まあ、何点か紹介しますけれども、最初にこのオブジェですね、これキノコの、まあ、オブジェなんですが、実はこの秘密の花園シリーズ、まあ、今回もですね秘密の花園シリーズの、まあ、展示なんですけれど、その絵画だけではなくて、こういうオブジェもね、まあ、ずっと前からまあ手掛けられているということで、まあ、この秘密の花園とまあ つながるまあテーマですよね、はい、うん、でこのキノコね、非常に可愛らしい、これなんです。これは、具体的にこれ何で作られているんですか。これは粘土です。あ、粘土で、はい、うん、粘土で作って、うん、油絵の具で着色してます。着色してで、前にもねちょっと話したと、キノコってもうすごい種類があるから、はい、まあやりがい 全種類やろうと思ったらって話も、これさっきもしてましたけど、なんか、うん、キノコの種類、まあ、その菌類の種類っていう、うん、まあ、大きな括りにすると、うん、まあ、そう、地球上で2番目に種類が多い、うん、まあ、1番の種類の多さは、まあ、昆虫なんですけど、うん、まあ、2番目にキノコなんですよね、うん、で、まあ、なんで作り始めたかっていうと、1日1個作っても永遠、まあ、死ぬまではずっとこう種類に困ることなく作っていけるっていう、うん、まあ、究極の暇つぶしとして、うん、最初に作り始めたんですね、うん、それが2017年か2018年ぐらいに、うん、まあ、1日1キノコって言って1日1個キノコを作るっていう、まあ、今は1日2個作れてないんですけど、うん、まあ、3日に2キノコぐらいで作ってますけど絵を描くのと並行して、はいね、はい、で実際に、まあ、キノコも、まあ、いろいろ森なんかにも当然あるわけで、はい、これは実際に見たものとか、なんか図鑑とか。図鑑ですね、はい、これはやっぱり、うん、実物はなかなか会えない、うん、出会えてなくて、まあ、そうですよね、はい、から図鑑、うん、これ具体的にこれそれぞれ種類があるんだけど、ベニテングタケ、うん、ベニテングタケ、毒キノコ、うん、はい、この辺はあれですか、生息地って何かあるんですかね。まあ、長野とか山梨に行けば大抵キノコがある気がする。これはこれベニタケ、ベニタケ、これ毒ベニタケかな。毒ですか、はい、毒ベニタケです。これも毒キノコでしたね。これしめじ、角しめじ、角しめじ、これ食べられる、食べられると思います。で柿しめじ、柿しめじ、ね、これも食べれるのかな。あんまり作ってるだけで詳しくないっていう、はい、名前は覚えるんですけど。でこれね、裏にね、あの 松人です。松人、ま、木の松に人とかで松人、これあのこのキノコ製作の画号というか、はい、うんうん、キノコを作るときは松人として、松人としてやっております。はい、で絵を描くときは岩崎、はい、本名の岩崎拓也でやっております。はい、でちょっとお話を伺ったら、これなんかその守り神的に、なんか今までもなんかその絵を展示するときにちょっと
なんかこういう形で絵になんか一つ想定してると、これはやっぱり場所なんです、うん、神聖な場所、森の中の神聖な場所にこう神聖な精霊、でそれが結構僕は神社とか、なんかそういうのがパッイメージ してて、狛犬があるじゃないですか、神社って左右に、だからキノコが左右にあって、これはお供え物です、お供え物とこの神聖な人に与えるお供え物っていう感じで、まあ、左右対称シンメトリー。なるほど。これじゃ あの絵をご覧になる方はこのキノコもじゃあセットでセットで置くと、とても、なんか神聖な感じパワーを感じる感じますね、絵になります、そうですね。今話をしてて初めて伺って私も発見があったんですけど、岩崎さんの絵を展示してご覧になる、あるいはそのもしねご興味があって購入したいって方がいた場合にはこういうことも想定してお持ちいただいて、なんかご家庭でもね展示していただくと、なんかすごく神聖な感じがしまして、これはなかなかものすごく広がりを感じますね、これね。はい、これをここに置くことによって、ここのこう 3D の空間、3D ですね、3D の空間になります、ね。いやいやいや、これは新しい発見というかいい展示になりますね。はい。でこれが、まあ、今度の、まあ、新作になりますけれども、これもね、秘密の花園の受賞作の、流れでこの森の中で、まあ、人がいるんですが、これはこれも秘密の花園というタイトル。はい、これも秘密の花園です。だけれども、サブタイトルは、まあ、サブタイトルとサブテーマは光ですね。光の精霊ですね。仮面ライダー。仮面ライダー。はい。これもなんか自分の小さい頃の。そうですね。幼少期の写真です。これは長野かどうか。長野です、ね。で、完成したと思って持ってきたんですけど、完成してないかなって。見方によってはっていうか、まあこれ完成としてももちろん見ることもできますけど、なんかいろいろまだ、まだなんか描けそうだなって感じもするしないでもないし、描きますけど、これはまだちょっと先ほどその受賞作はその奥多摩での場所だって、これはなんか長野だ、結構いろんなところなんか森を探索してるんですか、なんかいろいろいい場所を探して。あ、そうですね、はい、まあ割とやっぱり森、その自然の多いところが自分のこうテーマに合ってくるっていうのをまあ理解し始めたので、いろいろ資料を集めるためにまあ森を探していろいろ写真を撮りに行っています。これは長野です。長野のちょっとどこだかは地名がわからないんですけど、やっぱり同じ森でも土地柄っていうかね、それぞれ場所によってまた空気感というかね、違うでしょうね、はい、でこれで光を描くと光の精霊、はい、光のイメージ、はい、結構小さい時から家族でどこ行ってこ行ったりとかっていう記憶があるわけですか。そういうのも、割とこう、まあ、育ちも、まあ、生まれも育ちも神奈川の横浜なんですけど、そんなに自然が多いっていうところではないんですけど、まあなんかどっか出かけるってなると、まあ、やっぱりキャンプとかそういう森ですね、川、海、森、そういう自然のところに行く機会が多かったですね。それでこれもというかここですよね、ここと上下の部分がね、受賞作と同じような感じで、画面としては初めからこの画面でここはこういうことを想定してたわけですか。やっぱり比率が合わないんです、どうしても比率が合わないんですけど、もう比率が合わなくてできた空間はここを描いてるうちに何かいろいろアイデアが出てくる。
あ、それがいいですね。それを待ってるっていう感じなので、うん、あえてこう余白は作るようにしてる。書いていくうちにもう初めからもう比率が合わない前提で、はい、結果それが結果としてなんか面白い形になると面白いなみたいな。そうですね、比率を合わせにいってないですね、もう、うんうんうん、最初はやっぱり持ってる資料と比率とかパースとかをこう考えてこの画面に合わせて構図を考えると か、うんうん、そういうのが頑張ってもできなくなってきちゃって。いや、それがいいです、あの魅力だと思いますね。だから私もちょっとその前のその秘密の花園この著作もそうなんだけど、ちょっと文章にね、まあ、まだなんか荒削りで未完成の魅力みたいなのを書いたんですけど、未完成の魅力っていうかなんか意図せざる形が出来上がったものがまた面白くて、なんかこういう形によってまた新たな見え方がで、なんか見る人によってね喚起されるっていう、うん、それは非常に逆にそれが結果として非常に懐の深い絵になってきてます。でも一応これも完成ということで。これは、今8割。8割ですか。はい。そうです。8割。あ、実際展示の時はもうちょっと。変わります。変わります。はい。うんうん。はい。うん、なんか。また楽しみに、はい。はい。アトリエで見た時は結構、決まって見えたんですけど。はい。で、こちらの作品も、同じ。これも秘密の花園シリーズで、はい。ここに、ね、これは、お子様が2人。うんうん。ゾンビですね。ゾンビ。はい。これ、うん、ブリーフをかぶってるんですね、うん、自分のブリーフをかぶってる、うん、ちっちゃい時の写真ですね、うん、でもゾンビにしてみたんですねなんか森の中の、うん、こうおどろおどろしいイメージをちょっと可愛く、うん、こういうのは、なんか精霊みたいな、ね、精霊みたいな、なんか森って言った精霊というね。はい、このオレンジはこれなんかあるんですか。これちょっと紅葉してる、紅葉、秋の風景ですね。これ秋に撮った写真なんで、ちょっと秋を入れてみましたけど、夕焼けみたいな感じですね。基本的に、うん、これもまあこれがねいいよね。これもはい、そうですね、入ってしまったんですね、ラインが。ちょっとラメラメ、これは赤い光の反射だと多分赤く見えると思うんですけど、うん、やっぱりなんていうんですかね、こうちょっと、SF チックじゃないですけど、やっぱりなんかこうありえない風景にしたいんで、やっぱりちょっと色味としては自然界にないような色を使いたい。でこれも場所はなんか具体的なあるんですけど、あ、これも奥多摩です、ね、うん、奥多摩ですか、はい、これとこれは同時期の写真で、はい、撮れました。だからなんとなく原風景っていうか、なんか自分のね、なんか心の中にある眠ってるものがこういったところから引き出される感じなんでしょうね。はい。そして、今回のこの DM の新作の、まあ、メインにね使ってるこの、まあ、おじいさんの顔の絵なんですけど、これ縦100センチ、横80センチという、まあ、結構対策なんですが、これはどういうことなんですか？これはさっきキノコの時にお話ししたように、狛犬、左右対称の、この空間の守り神のイメージで書いてますので、これ2つあるんですね、同じ絵が。うん、そうですね。はい、でこれなんか能面にも見える。これは、あ、うちのおじいちゃんですか。うちのおじいちゃん。はい、うちのおじいちゃん。そんな。うちのおじいちゃんの、はい、ポートレート。ポートレート。はい。けど、ま、ちょっとなんか神聖な感じがする、うん、ありがたいお顔をしています。ね、なんか大きなっていう言葉があるけど、なんかね。あ、はい、そういうイメージです。イメージだね。はいはい。あ、まだご健在ですか。あっと。死にました、残念ながら。そうなんですか。はい、僕が大学に受かった年、亡くなりましたね。僕はおじいちゃん子で、ずっとおじいちゃんの家にいたので、だから結構やっぱりモチーフっ
ていうか愛がないと描けないんですけど、うんうんうん、こういう風景なんかも自分が好きなものしか描けないんですけど、やっぱ おじいちゃんは大好きなんで、うんうん、割と自分の作品にどうしても出てきてしまう。へえ、いや何とも言えない、なんかねこれ存在感があったね、うん、これ背景はこれ金箔？はい、金箔ですね。うん、沖縄っていう言葉になんかふさわしい感じしますよね。いや非常にこのなんていうか人生とかなんかいろんな経験を感じさせる、なかなか今そういう、昔は結構その老人というかお年寄りっていうのは非常に何かそのいろんなことを知っていて私たちが学べるというかね、なんか尊敬すべき対象みたいな時代があったと思う。今あんまりそういうお年寄りはなかなか出会う機会も少ないかなってっていうとか、私大きなって言葉すごく好きなんだけど、なんかそういうイメージがしますね。でこれがだからまさにあの神聖な存在としてで、ね、あることで、なんかその展示会もなんかこの2人の あの大きなの存在がなんか展示を締めるような感じがしますね、うん、はい、あの、まあ、メインの作品として100号を描いてて、まあ、その左右にこう展示できるようにこの狛犬の絵を、まあそれ狛犬ですか、はい、セットさできるように狛犬的なものをあのセットしました。狛犬的沖縄、狛犬的沖縄右沖縄左沖縄、右沖縄左沖縄、はい、ということでね、私も本当また展示が楽しみですね。でしかもでグループ展はね何度かありますけど、いわゆる個展はもう初めて、あ、はい、初めて、初個展ということでね、はい、まあ、この会場にもね何回か来ていただいて、この会場を想定して、まあ、準備をしていただくと、非常に私も楽しみな展示になると思います、はい、でこの展覧会は今年あの終わった後、なんか今後何か予定はありますか？来年の3月に、うん、個展があります、うん、あ、そうですか、はい、うん、ね、こういうのが一つきっかけになるといろいろまたね話が出てくると思いますし、ただまあ今日いろいろ話をしたこの秘密の花園シリーズ、まあ、森をテーマにして、またキノコのオブジェとかですね、まあ、基本的にはここのあのが、まあ、なんか非常にだからライフワークにも感じますし、この流れでこれからもずっといく形でしょうかね、うん、そうです、あの、うん、多分変わっていかないかなと思いますけど、ちょっと森と合わせて、うん、こうその海とか、うん、まあ、水っていうのも今は作品に取り入れていこうと思って、うん、自然ね、はい、まあ、日本の風土とか日本の自然、そうですね、うん、はい、はい、まあ、非常にあの楽しみだと思います、はい、まあ、この公募展をきっかけにね、私もあの岩崎さんと出会えてよかったと思いますし、まあ、これからのまたご活躍もね期待しておりますので、今回は本当に貴重な時間をどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。